トマシュラジンスキは、ポーランドポズナン出身の元カナダ代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。ポーランド生まれの元カナダ代表。出身国であるポーランドのツヤビアイノブロズワフや、ドイツの VFL オスナブリュックのユースチームでプレーした、後、カナダに移住。ノースヨークロケッツ、セントキャサリンズウルブスを経て、ベルギーの KFC ジェルミナルエケレンで、トップチームデビューを果たした。 RSC アンデルレフィト時代にヤンコレルとコンビを組み、コレルの落としたボールをゴールへ叩き込むというスタイルを確立した。このスタイルにより、両者ともに注目を浴び、ドイツへ旅立つコレルと分かれて、イングランドのエバートン FC へ移籍し、91試合25得点の成績を残した。2004年7月23日、フラム FC に3年契約で加入した。 100試合以上に出場したものの成績は振るわず、2007年に契約満了によりチームを退団した。同年8月、ギリシャのシコダクサン TFC にフリーで移籍し1年間プレー。2008年8月30日、リールセーフに移籍し、ベルギーに舞い戻った。2012年途中からワースラントベフェレンでプレーし、シーズン終了後に現役を引退した。二千十三年に、 フルスリールセース系のテクニカルディレクターに就任した。ありがとうございます。